ケネディ家はアメリカ合衆国における著名な政治家や実業家を輩出しているアイルランド系の名門一族である王室のないアメリカにおいてケネディ家はロイヤルファミリーにも例えられることがあるケネディ家の祖にあたるのはアイルランドのウェックスフォード州ニューロス出身の農民パトリック・ケネディであるアイルランドにおけるカトリック教徒への迫害や飢饉を 背景として、1849年にパトリックは、家族と共に、アメリカ合衆国ボストンに移民として渡った。その子として生まれたパトリック・ J ・ケネディは、公安労働者として、身を起こし、やがて事業に成功して、マサチューセッツ州下院、上院議員となった。その子のジョセフ・ P ・ケネディは投資家として、資産を築き、証券取引委員会の初代委員長及び外交官として活躍した。 ジョセフ・ P ・ケネディの子に、第35代、アメリカ合衆国大統領ジョン・カイ・ケネディ、司法長官、合衆国上院議員、ロバート・ケネディ、上院議員、エドワード・ケネディらが輩出した。ジョン・カイ・ケネディの娘のキャロライン・ケネディは、中日大使を務める。第2世代以降の略家系図を示せば、以下の通りである。切れている先にユニスがいる。夫の法律事務所で、ハーベイ・ピットが働いた。 ロバートは IG、ファルベンも参照されたい。詳細は、ケネディ家の呪いを参照ジョン・カイ・ケネディ一回かのように、多くの家族が不幸に見舞われていることから、悲劇のケネディ家と呼ばれている、ジョン大統領暗殺事件により死亡、ジョン・カイ・ケネディの死後、ワシントン DC で国葬が行われ、 参列する大統領夫人のジャクリーン・ケネディや、まだ幼かった息子のジョン・カイ・ケネディ・ジュニアが亡き父の壮烈に敬礼を送る、軽なげな姿は全世界の涙を誘った。なお、ジャクリーンはギリシアの海運王、アリストテレス・オナシスト1968年に再婚した、ジョセフ・ジュニア・ケネディ兄弟の長兄、ジョセフ・パトリック・ケネディ・ジュニアは、一家の期待を背負った人物であったが、 1944年8月、アメリカ海軍の一員として、第二次世界大戦に従軍中、飛行機事故のため、イギリス海峡を横断中に墜落死した、ロバート・ジョンとロバート、エドワードのケネディ3兄弟ジョンの弟、ロバート・ケネディは、ケネディ政権下で司法長官となり、兄ジョンの暗殺後、1968年の大統領選挙の予備選を戦っていた最中、 カリフォルニア州ロサンゼルスのホテルで遊説中に不可解な状況下で大学生のサーハンベシャラサーハンに暗殺された。なお、この事件についても疑問点が多く暗殺の背景については現在に至るまで様々な憶測を呼んでいる。エドワード・ケネディ兄弟の末弟エドワード・ケネディは長く上院議員を務め一時は大統領候補として取り沙汰されたこともあったが、1969年に パーティーからの帰りに飲酒したまま運転中に誤って川に転落し同乗していた女性秘書を推出させる事件を起こした。事件後、警察への通報が9時間以上も遅れるなど不可解な行動に不信が持たれた。この事件によって事実上大統領への道は閉ざされることになった。ローズマリー・ジョンの妹、ローズマリー・ケネディは先天性に軽い知的障害を患い、 対面を気にした父親ジョセフにより、ロボトミー手術を無理やり受けさせられた。結果、手術前よりも、むしろ知能が後退し、性格まで粗暴になってしまった。その後、マスコミの目を避けさせるかのように、医療サナトリウム施設へ、隔離入院させられてしまう。結局2005年にこの世を去るまで、サナトリウム施設に入ったままという悲劇のヒロインで、あった、ローズマリーには、 障害があると周りには知らされていたが、それが、どういう意味かはわかりません。いずれにせよ、ケネディ家の理想の娘ではなかったということです。ダンス好きなローズマリーは男の子にのぼせやすいところがありました。望まない妊娠でもしたら、ケネディ家の輝かしい未来が台無しです。それを恐れた父ジョセフは、彼女が23歳の時ロボトミー手術を受けさせました。当時この手術は、心の病に、 効果的だと言われてしまいましたが、結果ローズマリーの精神年齢は3歳児程度になってしまったのです。キャスリーン・ジョンの妹キャスリーン・キャベンディッシュは、1944年に家族の反対を押し切って、プロテスタントのイギリス貴族の第10代デボンシャー公エドワード・キャベンディッシュの法廷推定相続人である、ハーティントン公ウィリアム・キャベンディッシュと結婚。 長兄ジョゼフ・ーケネディ・ジュニア以外の親族は彼女の挙式に参列しなかった。わずか4ヶ月後、夫、ウィリアム公が第二次世界大戦で戦死。未亡人となったキャスリーンはイギリスに留まり、既婚者の第8代フィッツ・ウィリアム博、ピーターの愛人となった。二人はフィッツ・ウィリアム博の離婚後に再婚するつもりであったが、1948年キャスリーンの 親族との関係を修復するため、アメリカに向かう際、登場した飛行機が墜落、二人とも自己死した。葬儀に参列したのは、ジップ・ジョゼフ・シニアのみで、ジツボローズを含む親族は、カトリックであるためプロテスタントの儀式に参加しない、ことを理由に欠席した。デビッド・ロバートとエセルの次男であるデビッド・ケネディは、父の不慮の死をきっかけに、常習的な麻薬中毒になった。 クリニックで治療を受けるものの回復できず、1984年に麻薬の過剰摂取が原因で急死した。デイビッドは亡くなる、数年前に次のように書き残している。もし祖父が生きていたら、僕もローズマリーおばさんと同じ目に遭っていただろう。一族の厄介者として、一族の写真から消されていたに違いない。マイケル・ロバートとエセルの三男であるマイケル・ケネディは、 アスペンのスキー場で家族と休暇中、誤って木に激突して事故死したジュニア・ジョンの長男のジョン・カイ・ケネディ・ジュニアは1995年に大手出版社のアシェットフィリパッキメディアから発行された政治雑誌、ジョージの発行人を務めており、これらのことによりマスコミなどからは将来の大統領候補と呼ばれていたが、ケネディ家の別荘のあるハイアニスポートに 自家用機を操縦して向かう途中、大西洋上で墜落し不慮の死を遂げる。ありがとうございます。